はい、皆さんこんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでますか？はい、ということでですね、ちょっと缶をこうですね、こちらですね、本日はまた久しぶりに、また久しぶりっておかしいね、最近ちょっとお元気になってきたネオジオ X ゴールドですね。はい、ブラザーズですけど我が家は諸事情によりブラザーズになってますけどね。こちらね、僕ちょっと自分で説明しながら見落としてたことがありまして、それが何かというとですね、こちらね、ここに HDMI 接続があるんですよ。で、これ多分ですけど、僕ちょっとドッグステーション当然持ってないので、多分ねこれドッグステーションにつなげて、でドッグステーションから本来は出力できると思うんですよ、 HDMI が多分ね、直差しちょっと推奨してるか分かんないんですけど、でこれ HDMI ミニなんですよね、これ、でちょうどこれですね、この RG350 の M と一緒なんですよね、だからこれ口が、でちょうど買ってたので、このケーブルを、ちょっと無理やり入れて出力できるかっていうのをちょっと見てみたいなと思います。ここの、USB 充電ですよね、ここの USB 充電も基本はそのドッグステーションをかまして充電しないといけないっていうことなんですよね、確かこれね。でもこれできたんですよね、直差しで。ってことは HDMI ケーブルも直差しでいけるんちゃうかと、ただあかんっていう、まあこれはひょっとしたら僕ちょっと説明書もないので分かんないんですよね、で別に調べてもないので、で動画で一応ね、ネオジオ XHDMI って調べてもね全然出ないんですよ、そのことについて。ってことは、まあ、勝手な予想としてドッグステーションにつないでするっていうことがデフォルトなのかなって思って、まあないのかなと、まあもう古い商品ですからね、8、9年前か、またその時ってそこまで YouTube って言ってる時代じゃないと思うんで、まあ古い商品で情報がないからなのかわからないですけども、とりあえずこれがぶっ刺さることはもうちょっとに分かってるので、ちょっと見せましょうか。ここでこれね、 HDMI のミニ、これね、これよいしょ、逆だ、こうね、こういう風にこれきっちり刺さるんで、これでちょっと、試してみようと思います。それではちょっとテレビでね、ちょっと出力しようと思います。あとこいつもね、RG350M の時音出んかったんで、まあ音が出るかなって、しかもこれ不良品じゃないかなっていう、ちょっとなんていうかな、それも調べるためにもちょっとやります。はい、それではテレビモニターの方に移動します。はい、それではこちらね、ネオジオ X に HDMI をごめんなさいね、カメラうまいこと入らんくて、こうよいしょ、つなげてみます。はい、で、電源入れてみます。ああ、一応ね、今モニターの方にはロゴマークが出てますね。出力はされてないですね、まだテレビに。多分同時出力は、あ、出た、あ、もう自動だ、あ、すごい、いけた、一発でいけた、あ、簡単、あ、でも音鳴ってない。ちょっととりあえずゲーム一個やってみましょうか。前やってなかったんがいいね。あ、すごい、めっちゃ簡単これ。へー、音が出るかやね、前のあれ音出んかったからね、RG350 はね。じゃあトップハンターやってみましょう。あ、音出た。いや、すごい簡単。こっちの、
モニターからはもう消えてます、画面は。はい、音大きい。じゃあちょっと遊んでみましょう。これ面白いんよ、トップハンター。ドット絵がようできてんのよ、書き込みまくりやからね。そうそうそう、これ2列なってんのよね。これが面白いところ。これ2人用が一番面白いんやけどね。これ引っ張れんのな、確かね。あ、向こうか。あ、手前か。あ、これや、これでいい。これこれ、お金が落ちてくるね。これは向こうやね。わ、これいいな、これいいね、テレビに出るのいいね。なあ、ぺちゃんこなった。ドット絵すごいでしょこれ。これなんかあんねやったかな。あ、やっぱいけた。あ、ボーナスステージ。よいしょ、よ、あああ難しい。面白い。ちょっと高橋名人思い出すね。いや、これ画面もめっちゃ綺麗やもんね。テレビの画面ね、すごい綺麗。なんか変なね、あのフィルターとかかかってなくて、ドット絵が綺麗に出てんのよ。いい感じでにじんでね、しかもこれよくできてるな。いや、なんかね、そのまあちょっと後で総括しようか、うん。あれ、これどうやんのやったか忘れた。あ、こうか。やったね。じゃあ一回戻ってみようか。うん、このねメニューはえらいにじんでるけど、ゲームがねちょうどいい感じで、うん、やっぱドットすごいね、やっぱりね。SNK のドットはちょっと半端ないですね。うん、い
やこれよくできてる、うん、すごい画面綺麗、多分見ても分かるよね、うん、もう一個ぐらいじゃあやろうか、どれしよっかな、結構やったけどね前ね、ちょっと普通の方やろうか、前やってなかった、これね見てるだけで面白いのよね、これね、じーっとこうやってサムライスピリッツやったでしょう、リアルバウトやったっけ、リアルバウトやってみる、いやミュータントネーションしようか、これね横の分かりやすいベルトロールでね、これはこれで名作なんですよ、いややっぱりなんか大画面で生きるね、やっぱりなんかネオジオのゲームって、いや大画面だって全然あれやもん、ブレないもん、ドットやから、結局 3D やとどんどんジャギーが目立つんやけど、やっぱこんだけ書き込んでるからなんか大画面でより迫力出るよね、いやこれ大画面でやるべきやわこれ、あネオジオ X いいなあいやネオジオ X のね HDMI 出力はちょっと半端ないですよこれ、うん、これちょっと半端ないな、うん、これぜひやってほしいね、このちょうどいい画面の出力、うん、すごい迫力、なんかちょっと懐かしいもん、学生時代思い出すよこんな大画面で生きるな、いやこれちょっと夢中になってやってまうな、面白いな普通に、これ面白いよはい、いかがだったでしょうか、ちょっと驚きでしたねこれ、まずこれ正常でしたねケーブルね、だからやっぱりあの RG350M の音声出力はちょっとケーブルの相性問題があるかもしれないですね、うん、いやにしてもすごいですねこれ、うん、HKQ、まあ、見てもらった通り HDMI を挿して電源を切った状態で HDMI 挿して、ネオジオ X ゴールドの電源を入れて、初めここで軽くロゴ出た後にちょっと認識する時間あるんでしょうね、自動で切り替わって途中で出力されましたテレビの方に、で音も出ましたね万全に出て、うん、でその時に音量調節何回か押したんですけど、それは画面に表示なかったです、だから音声出力はもうあとはモニターの方で調整してねっていうことやと思います、だから、うん、僕はテレビでやったけども音声出力が簡単にできない、例えばパソコンモニターとかの音声の時はちょっとどうなる、あそうか Windows とかの、あそうか、でもその時ちょっと面倒かもしれないですね、テレビはすごく楽でした、テレビのリモコンで音量調節できたんで、うん、でちょっとゲームプレイ中にも言ったんですけど、フィルターがね抜群にぴったりでしたね、多分フィルターかかってないのかな、これ全画面にして出力してたので自動で若干のぼやけが入ってるみたいな感じのまま出力されて、それがなんていうのかな、
よくエミュレーターとかであるちょっときついイーグル系のこうフィルターでボケボケなのあんま個人的に好きじゃないんですよ、うん、G6 の時にもちょっと言ったと思うんですけども、だからといってガクガクっていうわけでもなく、ガクガクの外にちょっとほのかにボケがあるぐらいで、うん、だからネオジオのドット感みたいなもしっかりしつつでもジャギジャギで目が痛くなるってよくあるやつでもないくて、あのねすごい優れてました、拡大機能が、うん、でなんかねその画面がちょっとなんていうかな、昔の駄菓子屋さんとかでやってたネオジオのあのブラウン管の操作線が出てるモニター大きめの、うん、僕たちがそのゲーム画面アーケードのゲーム画面として認識してるちょっとおじいさん世代ねとして世代が認識してたあの独特のあの感じ、うん、今のそのパソコンでエミュレーターとか何する時も楽しいんやけどもやっぱなんか感覚違うっていうのはあの操作線があるかないか、あとブラウン管の独特なこの鈍さってものがあのなさすぎてシャープすぎてなんかちょっと違和感はやっぱあるんですよね、おじいさん世代って。それがねなんかこのネオジオ X のモニター出力にはなんかねその懐かしさみたいなのがあってなんかねむっちゃ面白く感じます。うん、あネオジオこれこれっていう多分おっさん世代おじいさん世代わかると思うこの感覚。あネオジオこれネオジオこれこれ100円入れて命がけでやるネオジオこれこれっていうのを久しぶりにミュータントネーションでなんかやってる時ドキドキしたね。うん、なんかそういう懐かしさを思い出させましたね。これ思ったよりもいいかもこいつ。うん、だってメガパック入れたら全部でもうこの中にゲーム35個入ってるんですよ、面白いのばっかり、うん、このね選択もええもんばっかり選択してるんですわ、なんかやらしいことせんと、うん、いいのばっかり本当に、うん、野球も入ってるや、あベースボールスターズ2やベースボールスターズ2ベースボールスターズ2とリーグボーリングと、まあ、メタスラ1、2とブレイジングスターもうこれだけでも僕はいいです正直、うん、でテレビにもあっという間に簡単につなげてその画面も結構好みで、でこの中でもできるし、でまあ最近いろんな仲介メキ出てるけどまあなんていうかなこのここのね十字キーにこだわり持ってるのがすごい好き、うん、これいかにもなんかああいうねアーケードの筐体のカチカチ感、精密とか三和のレバーみたいなのこのカチカチ感とかね、なんかね初めねそこまで愛着なかったんですけど、なんか今日の HDMI ですごい愛着湧いたねこのメガパックと、うん、なんか正規品でこんなに面白くてなんか充実してるってあんまないかなって思うんで個人的に面白いなってちょっと愛着今日特に湧きました。はい、いかがだったでしょうか、おじいさんの動画でね初めておじいさんのことを知ったよってしたチャンネル登録していただくと嬉しく思いますし、あ意外に HDMI の情報確かにないねって思われてためらった方は、高評価を押していただくと嬉しく思います、それではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。